あ、寒っ。今日むっちゃ寒い。こんばんは、ヨロです。では本日も行ってみたいと思います。今日むっちゃ寒い、風がね強い。今日は10月の5日ですけど、めっちゃ風が強い。雲はね、もう秋の雲。おー、放射冷。はい、今日もねビッグレイクの方を寄せていただいております。今日はねオーバー40カテゴリーの、交流戦ということで頑張っていきたいと思います。すごいね秋晴れなんですけど風が強い。ハゲてへんし。はい、ということでやっていきたいと思います。今日はなんか水野さんが多分出るということはスパイクだったかな、やってはったんじゃないかなと思います。さあ今日はね久々に、メインコート、メインの、こちらのメインコートで試合ができるということでございます。まあ今日はねちょっと人数の方かなり、揃ってるらしいので、今日何気にサイドバック久々にやってみようかななんて思っていて次第です。たまにはねサイドバック行って、そのサイドバックセンターバックがどう動くのかとか、サイドバックとしてどうするのかっていうのをちょっとね考えながらやるためにもサイドバックいいんじゃないかな。うわーむっちゃいい秋空。いやすげー終わるかな、いやなんか秋っぽい。ということで、まあ今日の目標はね活躍する。漠然と今日は活躍するということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いや楽しみ、とりあえずねサッカーが楽しくて仕方がない今日この頃でございます。今日も頑張っていきましょう。それではよろしくお願いします。何かが起こる、はい、
ボール。あれ来た。
疲れ。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。シャワー入って帰ります。ここいつもここで入ってるんですよ。めっちゃ気持ちがいい。またお願いします。またあの反省会の電話しますわ。お疲れでした。いや疲れた。まあね、疲れたというか本当、ガスガスいかれた。お、照明が消えていく。はい、はい、お疲れ様でした。本日、無事終了いたしました。まあロキソニン飲んでね、ちょっと膝の足の痛みの方は消し去りつつ、今日は2試合、出場させていただきました。本当にありがとうございました。本当ね、1試合目に関しては、まあ、味方の、頑張りもあって、無事勝利することできたんですけれども、問題は2試合目、ガスガスいかれた。もう、ひどい。なかなかのひどさ。すべてにおいてチーム力としても相手の方が上やし、技術、スタミナ、もう何でもすべてが上の相手、格上の相手に、その経験値の差もあり、ほんとうまかった。うまかったし、なんか勉強になることがいっぱいありましたね。まずそのマークをする、マークを外す動き方。っていうのも勉強になったし、あと対角に蹴り出してくるボール、対角へのボールの対応っていうのが、やっぱまだまだ、体の向きだったり、動かし方だったりというところで、もっともっと、勉強しなあかんなと思いましたし、特にね、もう2試合目に関してはね、もうほとんどボールも触れないし、もう何してるんだか、もういてもいなくてもいいような、そんな状態でしたね。だから、なんか久々に悔しい、本当に悔しい試合を経験させてもらいました。いやー久々に、歯が立たないというか何もできない、そんな試合でございました。まあ、またね動画の方上がると思うんですけれども、次回に向けて頑張りたいし、体調も整えてやっていきたいと思います。悔しいということで、またお会いいたしましょう。まあ、頑張ったよ。ということでまたお会いしましょう。高評価押しててください。チャンネル登録よかったらしといてもらうと、これからもね動画作る、励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回こそは笑って帰れるようにいきたいと思います。星空が綺麗だ。さよなら。すごい真っ暗な真っ暗なビッグレイクサッカー場。また明日もね、多分熱戦が繰り広げられることでしょう。すごい。これを管理されてる方がいるっていうのがもっとすごいな。すごいな。こんなとこ、あれですよね。そうしまくりやね。こんなどこでやっててもバレへん。には完璧やな。どこでもできる。どこでもできるし、すごい開放的。はい、いいと思います。何が？いや、ほんとね、今日サイドバックも行きましたし、久々にでセンターバックもさせていただきましたけど、無理だ。あのチーム相手には無理だ。いやでもあのフォワードの動き、いい勉強になったわ。あれはね、無理。はい。すごい。寄せると引かれる。縦狙われる。ほっとくと音落ちていく。どうせっちゅうね。ああ。